大体大生リアルな学生生活の紹介のコーナーです本日進行を担当する体育学部の教員中山武と申します本日はよろしくお願いいたしますはい。そしてですね今日はあのリアルな学生生活ということで教育学部より1名体育学部より2名の学生に登壇してもらっていますまずは教育学部教育学科の片桐ラナさんです 一私のすぐ隣ですね。はい。で真ん中に、えー、座っていただいているのがスポーツ教育学科の佐藤真也さんです。はい、で一番奥に、えー、座っていただいているのが健康スポーツマネジメント学科の児玉啓太さんということになります。この4人であのちょっと私たち緊張してるんですけれどもリアルなあのまあ、学生の声をねこう拾っていけたらなというふうに思ってますのでよろしくお願いします。 ではですね早速なんですがまず自己紹介を兼ねて <laughs>、えー、片桐さんからあの自己紹介ですねお願いしますはい、えー、教育学部教育学科の片桐らなですえっ、ー、と私のえっ、ー、と出身は島根県ですえっ、ー、とクラブは男子軟式野球部のマネージャーをしていました今引退してますはいよろしくお願いしますはい、はい、お願いしますはいでは、えー、佐藤さんお願いします 体育学部スポーツ教育学科四回生の佐藤真也です部活動はサッカー部に所属しています出身は静岡県で高校は静岡県の静岡学園高校です今日は、えー、自分が思っていることを隠さずに全部正直話したいと思います <laughs>、はい、よろしくお願いしますはい、児、えー、玉さんお願いしますはい、体育学部健康スポーツマネジメント学科四回の児玉圭太と申します 部活動は陸上競技部に所属しております。出身は大阪府で、高校は大阪体育大学浪ミ高等学校出身です。本日はとても緊張しているんですけれども、高校生の参考になるように頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。 あのこの回はです、ね、私たちの,、まあ、この4人であの学生生活の話をしていくんですけれどもご覧いただいている皆様から、まあ、チャットに何かこう質問したいようなことがあればどんどんあの打ち込んでいただければすべてではないかもしれないですがあの何件か拾っていけたらです、ね、それに対して答えられる範囲でですけれどもご回答,あ回答を、ね、あのしていければなというふうに思いますのでよろしくお願いします。はい それではではすねあの、おそらく視聴している方は、まあ、高校生の方が多いかなと思っていまして、まあ、まず、この先輩方がですね、どんなあの動機で本学の入学をこう目指したのかということに関してちょっと話を聞,き聞いていきたいと思います。まあ、それに向けて受験勉強でどんなことを頑張ったのかなども、ね、含めて話をしてもらえればいいかなと思います。はい、片桐さん、じゃあお願いいしますはい えっと、私は一般で受験をしました、うんえっと、なんでこの大学に入ろうかと思ったのは、うんえっと、私のおじいちゃんがまあ体育の先生ということもあったので、うんえっと、自分がまあぼんやりではあったんですけど、うん、あの体育の先生になりたいなと思って、うん、大阪体育大学は体育の先生になれるので、うんうん、それでし、えっと、しました佐藤さん、どうでしょうか。はいはい とまあ、僕は、まあ、サッカーを大学でも続けたいと思っていたので、うん、まやっぱり、最、えー、大,大のサッカー部はすごく部員も多くてレベルも高いと思っていたので、まあ、レベルの高いところでもう1回4年間挑戦したいなという気持ちと、まあ、入学当初はまあ保健体育の教員志望でしたので、まあ、すごくこう保健体育の教員も目指しつつサッカーにも打ち込める素晴らしい環境があるなと思ったので志望していました。 はいありがとううございいますす玉さんどうですかはいはい、私の入学した志望といたしましてはアスレレックトーーナーになりたたいいと考えていたからですその経緯なんですけれども高校時代の陸上競技におきまして1年半怪我をしたことで試合などに出場できない期間が長く続きその中でアスレティックトレーナーという人と出会ってその人に助けられたことで自分が競技復帰を果たしたので本格ではアスレティックトレーナーになるためのカリキュラムなどがあるので そちらの方で学んで将来、故障している人の役に立てるようになりたいと考えて、志望いたたししま体し、はい、大,大生は結構ね、体大,大に入学する動機として、アスレティックトレーナーの,あの希望者、多いかなという印象があるので、まあ、そのうちの一人と、あと教員志望ということね、はい、よ,あのよく分かりました、はい、じゃあ、その入学試験に向けて、なんか意識してこう勉強してきたことみたいなのありますかね。あの えー、佐藤さんお、ねはい、あ一般受験はその学科の筆記の方とあと実技があるんですけど、うん、その私はどっちかといったら実技の方がちょっと自信がなかったので部活引退して体力も落ちてる中で、うん、こう体動かないことが一番怖かったので、うん、まあ日頃からなんだろう毎日夜ジョギングしたりだとか縄跳びしたりとかして。 えっと体力を落とさないようにっていうのは常にしてたなって思います。はあ、はい。筆記の方はど何かこう対策みたいなのを意識してしたことありますか？筆記はうん、うん、えっとなんか結構な、うんやろ国語が苦手だったのでうん、うん、ずっとそのまあ、基本的な漢字であったりとかをこのドリル使ったりしてうん、うん、もうひたすら練習問題してたなって思います。練習問題っていうのは 最大のこの過去問。あ、そうですね。あ、なるほど。過去問で一般入試の対策をしてきたということですね。はい。え、佐藤さん、あ、まどうでしょうか。はい。はい。と、まあ、僕も一般入試で入学したんですけど。まあ、実技の方に主に力を入れてました。で、まあ、ちょっと、もう恥ずかしいことにも、本当にちょっと運動が自分苦手で。そう、なんですよ。はい。それ、ちょっと、ドッキリだね。なんか、本当に苦手。体育大学を希望するけど。も ちょっとと自分の中では苦手意識があると、はい、みんなに笑われるぐらい苦手で、うんうん、で、まあ、ちょっと実技の方がそういう課題だなっていうのをすごく感じていたので部活引退してこう時間ある時にまあ体育の高校の体育の先生に話しつけて体育館ちょっと時間貸してもらってまそこでずっと実技の練習をつきっきりで先生に見てもらいながら練習してました。 まあその受験科目としてもすでにこの種目があるというのは分かっているのでそれに向けたまあそのいかにこうスムーズに行うかという練習をしてきたととといいいううことですすかねはいはいはい、ありがとうございま児玉さんは、あれで浪商高校の出身ということなので、はい、いわゆるまあ推薦入試ということですかね。はい、はい あの体育大学には、まあ、いわゆる一般入試以外にも、まあ、指定校推薦とかですねあと学校推薦という種別であの受験をされている方が、まあ、多く、ね、入学しているので、まあ、その中でも2人が、えー、一般入試で1人が、ねまあ、いわゆる推薦の入試ということで、まあ、推薦入試になると学校のせい,いわゆる学業をこう頑張っ,とくってといいいいうことでいいんでんすかねはいうん、学校の学業を頑張ってその中で評定を高めて入試に向けて勉強していくというふうな。 といいうこでですすねねは感、い、じかりましたありがとうございますあのますた後ほどね入学した最初の動機と、まあ、学生生活を過ごしてきてからの,あの、まあ、その心境の変化などは後でねちょっと話をしてもらいたいなというふうに思ってるんですけれどもではあの入学してからですねあのそれぞれ、えー、2人が、えー、大阪府外からの,あの、まあ、入学1人がねあの大阪府出身の入学なので。 学生生活についてちょっと話を聞いていきたいかなというふうに思うんですけれども、えーっとですね、片桐さんと佐藤さんが片桐さんが島根県出身で佐藤さんが静岡県出身ということで、まあ、高校の時まではいわゆるじ実家から、まあ、その高校に通って生活をしてたのが大学に入学してからいわゆる1人暮らしになるわけですよね。 なんかそういったときの、まあ、なんかこう思い出深いエピソードみたいなのってありますかなんかあれが大変だったなとかこういうのは一人暮らしになってよかったなみたいな。はい、あじゃあ片桐さんお願いします初めて一人暮らしをした3年前かに本当に心細くて親がいない状況っていうのがすごい寂しかったのが最初だったんですけど、まあ、その中で。 うん家事ができるようになりましたね <laughs> 料理とかもともと好きだったんですけど、うん、まあ料理がもう嫌、うん、でもやらなきゃいけない状況にもなるので、うん、まあできるようにもなるしあと洗濯だったり、まあ、基本的なことができるようになりますね一、うん、人暮らししてたら。ありがとうううございます佐藤さんどうでしょうか、はい、僕も最初の入学して1週間は本当にホームシックで ちょっっっとなててしま入学したてなので友達も全然いなくて話したくても話せないしっていうのでちょっと最初は1週間ぐらいはすごく苦労していたんですが自炊もしないといけないですし洗濯とか全部含めてなので自立できるようになったのかなっていうのはすごく感じてます。逆にに一人暮らしなってて改めこの あの親のありがたみがわかるみたいな部分も含めて、まあそういったね、あの生活を作っていったっていうことなのかなと思いますね。うん、はい、二人が、一人暮らしということは、大学の近くに住んでるっていうことですかね。はい、はい、まあ、あのバイクだとか、自転車で通学してるんですかね。はい、うん、はい、はい、あ、の、あれですね、えっ、ー、と、大阪府外から、あの入学された学生さんは多くがね、あの大学の近辺に。 あのまあ、下宿として住んでることが多いと思うんですけどもいろんなこの日常の生活でこう買い物したりだとかどこかにこの、まあ、いわゆる普段着を、ね、こう買いに行ったりとかそういった遊びに行く環境としては熊取のこの大学周辺はどうですか、はいえー、片井さん私は駅の近くというのもあって、うん、結構、うん、まあいろんな生活する上では困らない環境がまあ揃っていて。うんうん で、その電車で一本で、その市内に行くこともできるし。うん、あの、リンクタウンとか、うん、まあ、関空近いので、うん、そこから。まあ、気軽に飛行機乗って、旅行とかもできるし、うん、結構。アクセスの面とかは。不便に思ったことはないですかね。はい、ああ、なるほどね。はい。佐藤さん、どうですかね。<laughs> はい。そうです、ね。まあ。私も、うん、ええー。 大学のすぐ近くに住んでいてちょっと片桐さんと逆で駅からちょっと遠いんですけどけど原付とかがあればリンクタウンとかもすぐ行けますし生活する上では全然不便はないなというのはす感じていまなるほど唯一の実家から通われてる児玉さんはあ他の2人に比べるともうちょっと早く学校に出るためには。 あ学校に来るためには家を出ないといけないと思うんですけども、はいはい、電車で通われてるんですかね、うん、基本的には。ははい基本的には電車車でで通通っっててて、うん、雨の日は車で通学させてもらってますああなるほどね大体大阪市内からだと皆さん1時間だとか1時間半ぐらいかけて来る人が多いような印象ですかね、はいはい、でそれ以外の、えー、下宿の方がまあ大学の周辺にあの住んでという感じになっているということですね。うん、はいいありがとうございます あの先ほどこの2人の中でも話題が出てきたリンクータウンっていうのは何のことか多分視聴者の方分からない人もいるかもしれないんですけどあの関西国際空港からですね大学までがだいたい電車で行っても20分ぐらいで来れるんですかねその途中駅のところにあるのがリンクータウンというところでまあいわゆるアウトレットモールがねあるところですかねなので大学生の多くはその下宿をしてるしてないにかかわらず大学周辺で アルバイトをしたりしてる人がいるかなと思うんですけども、三人はどうですかアルバイトは何かしてますか。はい。はい、してます。はい。はいはい、大学の近くで。僕は地元の近くでアルバイトしています。<laughs> すはい、い。家からですね。はい。二人は大学の近くでっていう感じなんですかね。そうですね。うん,うん、うん、それこそそのリンクタウンとか。はい。あ、でアルバイトをしていると。はい。はい でこ,こで逆にアルバイトする時間があるということでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、それぞれクラブ活動を皆さんされてたと思うんですが、うん、学業のいわゆる勉強とクラブ活動とアルバイトっていうのはすべてこう,うまく成り立つものなんですかね。片さんどうでした私は他のちょっの部活はわからないんですけどうん、うん、私が入っている男子軟式野球っていうのは。うんうん その活動が週に2回っていう結構少なめの方なのでその部活によってもいろいろあるとは思うんですけど週にってこともあって学びもちゃんとできるしバイトも楽しめるしイメージだと体育大学っていったらもガチガチで部活しかないみたいなところもあるかもしれないんですけどもちろん部活もめっちゃ強いのもあるし。 逆にその活動少なめの部活もあるので、そその辺は両立はできるなと思いますね。あなるほどはい。はい、ありがとうございます。はい。えっとさあ佐藤さんはサッカー部。はい、おート <laughs> こんなハプニングもたまにね出てくるんですね。<laughs> びっくりしましたね。はい。はい。佐藤さんは、えー、サッカー部ですよね。はい、サッカー部というと、えー、本学でもかなり大所帯の部活動でして、二百三十人ぐらい確か部員がいるのかなというふうに思ってます。なので、はい、まあそういったクラブだとこう。 かなり、ね、練習とかもこう厳しいからアルバイトなんかやってる時間ないんじゃないのっていうようなイメージもあるんですけどど,どうですかアルバイトはい、はい、とバイトは全然えっと時間を見つけてする時間はあります僕も練習、まあ、平日は練習が、はい、まあ終わって、はい、まあ8時とかまあ9時ぐらいからバイト飲食店でバイトしてるんですけど、はい、そこから終わってから行くっていう人が結構多いです。はいはい それでまあ、二時間とか三時間働いて、そうですね、三時間ぐらいで夜帰ってきて、朝寝て、また学校に行くと。結構ハードな。そうですね。例えば友達とか、でもまあ朝方。朝方、はい、やってる子もいるので。まあ、時間をうまく見つければ、全然両立するっていうことができます。ああ、なるほど。はい。なんかちょっと印象がね、あの、あ、印象っていうか、その。 サッカー部はかなりね。音楽でも競合のクラブなので、あのなかなかこう。あのそういったね。れあ何て言うかな？アルバイトとの両立っは難しいのかなと思ったんですけど、ちょっと新たなね。情報かなというふうに思いました。はい、児玉さんはどうでしょうか？はい、私の陸上競技部は週にオフが2日間あるんですけれども。うんうんうん そのオフの日に基本的にアルバイトを入れているんですけれども夏休み冬休み春休みといった期間は朝,夕、うん、朝昼夕の時間でパートごとで練習が分かれるので。うん その空いた時間にアルバイトを入れて働くということをしていたんですけど、うん、私の経験で一番アルバイトをしてちょっと無茶をしてしまったって感じたのは1回生の夏休みなんですけど、うん、入学当初ということもありましてどうしてもやっぱりお金を稼ぎたくて大学生ってお金むっちゃ使うんですよ <laughs> やっぱり私生活で。でその時はコロナがまだ流行っていなかったので、まあ、遠くに行けたりだとかご飯、会食とか今と違ってできたのでで朝に練習をして。 2>, 2時から22時までアルバイトをするという生活を週に5日間ぐらい続けていてその中でお金をしっかり稼いで部活と両立することができたので、うん、本校ではまあアルバイトと部活の両方が両立できると実感しましまたあなるほどさすがにその入学当初のようなペースでは長続きはしないからある程度まあセーブしてこの良い頃合いというかを見つけていったというような感じですかね。はい、はいありがとうございます あの今児玉さんの話にもあったんですけども今この画面のね前に座っている学生の皆さんは1年生の時にはまだコロナがなかったんですよね。で2年生になる時にちょうどもうそのコロナが、まあ、あの感染が一気に広がってその時に2年生3年生を過ごして今年今4年生になっていると。そういうい意味では、あの みんなでこう会食、ね、どっかに出かけたりっていうのがなかなかできなかった時なのかなと思っているんですけどもなんかそういった中でもこう大学生活を送ってきて、うん、コロナ禍で送ってきてこれはなんかこう楽しかったなみたいな大学生としての楽し,、うん、楽しみというか楽しさこれが印象に残ってるなみたいなの何かありますかねこの今までの中で。 そうですね本当コロナだったので旅行にも行けずバイトもできずっていう状況の中でやっぱどう楽しむか時間だけはあったのでてなったらやっぱりその1人暮らしだったのもあってその近所の友達と一緒に動ネットフリックスとか見て夜な夜なパーティーしたりとか。 たこ焼きパーティーとか、うん、本当に家でな自粛しながらこじんまり遊んだイメージがすすすごいありますね佐藤さんどうですかまあ僕も同じなんですけど、うん、まあやっぱり一人暮らしなので、うん、まあ自分の家に友達が来たりだとか逆に一人暮らししてるこの家に自分が行って、うん、まあ ちょっと二3年生の時とかコロナであんまりできなかったんですけど最近、ちょっと落ち着いてきたので家でちょっとお酒を飲んだりとかっていうのも最近はちょっと徐々にできるようになってきてますしうん、うん、こうまあなんか下宿ならではのことがやっぱり大学生だとできるなっていうのはすごい感じました。さんははい、はい 私は実家暮らしだったのでコロナ期間中は大学生のお友達となかなか会うことができなかったので Zoom、うん、という、うん、まあ遠隔でできるチャットを使って、うん、まあ飲み会であったりとか、うん、連絡の手段はよく使っていましたでその中で自分がコロナに始めた趣味は筋力トレーニングなんですけど大体生ってやっぱり部活動をしてる人がすごく多くて、うん、みんなまあ 偏見はあるんですけど筋肉好きみたいなところが <laughs> ちょっっとあって <laughs> みんなじゃないかもしれないです <laughs> <laughs>、はい。なので、まあ、その中で家でダンベル買ったりして、まあ、行ったたりししてま今、ね、コロナ禍で新たな趣味が筋トレって言ってたんですけど、うん、コロナ禍でクラブ活動は結構こう順調にできたどうですかその印象としては、はいえー、と片桐さんから。そうですね、うんいや でも大会練習試合だったり大会は多分とかキャンプとかは多分ことごとく中止になってしまったなと思うんですけどでも練習はやっぱり他の大学の話を聞く限りはまあうちの大学はかなりできている方だっていうのを聞いたのですみませんちょっとあまり根拠はあれなんですけどっていうのあってやっぱり充実してるんだなとその部活動がこの大学は充実してるなっていうふうふには思いましたね佐藤さん、どうでしたか <laughs> 活動の制限はあったんですけど活動自体はこう比較的そこまでは止まることなくスムーズにできたのかなという印象はすごくありました人数を制限しての活動とか活動する上での制限はあったんですけどそこはやっぱりさすが体育大学だなというような対応でしたうん、うん、要するにこの、えー、と全くやらないっていうんじゃなくてやれるところでこう計測してやっていったっていう印象ですかね。 児玉さんははどうですかね、はい自分が所属している陸上競技部もサッカー部と同様にコロナ禍ではあったんですけれども、うん、その中でまあ人数を制限したり消毒をしっかりするとか体温の検温をまあ日頃から確認するであったりまあ各自がまあバイトであったり遊びに行くなどをまあ自粛することで感染範囲を極力狭めることによって部活動を成立させることができたのかなと考えています。うん、そうでですすねねあああのののの大学学としてもです、ね、あの学生のあの 部活動、まあ、クラブを、ね、こうに力を入れたいっていう学生がかなり多く入学してるっていうこともあったのでどうやったらねそういった活動をいわゆる止めないでできるかっていうことを学内でもいろいろと話し合ってその環境を、ね、整備していくっていうのにかなりあの一生懸命やったなっていうような覚えがねこの過去2年間あるので、まあ、それがねあの学生の皆さんにとってもそのような印象として持たれてるのはとてもねいいかなというふうに思っていますし、まあ、そういった あのクラブをねスポーツ頑張りたいっていうようなあの高校生の人たちが、まあ、本学に来た時にはねそういったことを安心して取り組める環境にあるっていうことも改めてあのこの場でね再確認できてよかったなというふうに思っています。はいえーとですね時間がねだいぶこう押してきてしまっているんですけどもあの皆さん今もう4年生になっていて最初に入学した時の動機っていうのをね聞いたんですけどもこの「えー 1>, 1年生、2年生3年生と過ごしてきて、入学当初に思っていた。その大学卒業後の進路と、えっと、現時点で何かこう変化があったかっていうのはどうでしょうかね。ちょっと聞かせてください。じゃ、片桐さんからお願いします。はい 私は先ほども言った通りえっり、と、保健体育の先生になりたいと思って入学はしてきたんですけど、うん、えっと大学3年生かな、うん、になって、うん、えっと特別支援学校の先生になりたいなっていう気持ちが強くなってきたので最近は、えっと、特別支援学校の先生になるための、えっと、勉強を、まあ、日々してますね。うん それはなんかかかきっっけがあったんですかね保健体育の教員を目指したけどもあの特別支援にこう切り替わっていったっていうなんかこうこ,のこういうのがあってみたいなのがはいえー、と教育実習に行った時、えー、と母校の中学校に行ったんですけど、うん、その時に、まあ、保健体育の先生としての実習に行った時に、うんうん、やっぱり自分が本当になりたいのは、うん。 保健体育の先生かなって考えた時に疑問が出てきてその中で次特別支援学校のほの実習の時にこっちの方が自分に合うっていうのを直感的に感じたのででまその免許がどっちも取れるっていうのも教育学部の強みだと思うんですけどそこでこう比較というか照らし合わせながら考えれたかなって思います。 教育学部は3年生のときに教育実習に行ってるそうですねその実習校にもいるんですけど、うん、3年生か4年生かで行くことになります、ね、体育学部は基本的に4年生で行くんですよね。はいでは、ですね、えー、今度佐藤さん入学当初の,、まあ、その進路と今何かこう変化があったのかどうかお願いします。はい えと入学当初は私も、うんえっと、保健体育の教員になりたいという思いで入学したんですが、うん、まあ実際にこう4年間、まあ、部活動であったり、うん、まあアルバイトだとか、まあ、学生生活をしていく上で、うん、まあだんだん考えがこう、まあ、本当に保健体育の先生になりたいのかなというのがまあ自分の中で出てきてでこうまあ将来的にまあいろんな人と関われるような仕事がしたいなというのを感じたので。うん ま、今はま一般の企業に入ってま営業職をしたいなという思いがあります。うん、はい、ありがとうございます。あの今ね、あの最初は片桐さんが教育学部であの教員志望というお話をいただいたんですけど、教育学部はえっと、昨年度の実績ですけど、卒業生の6割がやっぱり学校の先生になっていってるというような感じですね。で、体育学部だと。 脅威になっているのは20%ぐらいの人がいわゆる現役で合格していっているという感じで残りの40%がいわゆる民間企業に就職していっていてまあその佐藤さんはねあの今、民間企業での,あの就職を希望しているというねそのうちのまあ民間企業の中の一人という形になるかなというふうに思いますではあの児玉さんは最初 AT でねアスレティックトレーナーと言っていましたが今はどうなのか、はい、はいお願いします。はい 入学当初は AT でアスレティックトレーナーになるということが将来の夢だったんですけれども本校の2回戦に行われるキャリアデザイン1という授業があるんですけれどもその中では就職に関して考えるものがありまして外部の講師などをお招きしていろいろな情報とかを提供していただいたんですけれどもその中でコロナの影響を受けたこともあって就職に対する不安とかがすごいあったんですけどいろんな勉強になって。 まあ当初アスレティックトレーナーというところからまあ企業に変わったんですけど、うん、その変わった中でやはりこの大学ではキャリア支援センターというものがございましてその中ではまあ他大学では就職に関しては自分一人で取り組むという場面が多いと思うんですけど学生一人一人丁寧に向き合ってくれるので自分の行動意思さえあればまあ大企業であったり自分が行きたいところに高確率で行けると思っているので自分はこの大学に来てまあ企業を選んで正解だったなと感じています。 はい、ありがとうございます今の児玉さんの話題の中でもあったあのキャリア支援センターというのが本学の中にあってもうほんと学生一人と全学生と面談をしてその学生のこの進路希望なんかをこう聞き取っていくんですよね。で定期的にこのキャリア支援センターと連絡を取って、まあ、本人の希望ともしくは大学に来ている求人なんかも含めてこのとにかくね就職をすごくこうく。 していくとその活動を後押ししていくということがあって体育学部だとその進路の決定率は96%で教育学部は99%がね大学卒業後の進路を、ね、確定していっているこれは去年の実績ですけれどもそのような、ね、あのことがあるかなというふうにい、えーまあね、いう,ふうに思います、はい、もう時間が、ね、どんどんしてきてしまっていて残りがもう2分ぐらいになってきてしまっているんですね。なかなかかこう 学生生活のリアルを、ね、画面の向こうの皆さんにお届けできたのかどうかというのはちょっと不安なんですけどもあのもう時間が迫ってきているので最後にですね、あの高校生の、まあ、受験生に向けたあのそのメッセージをそれぞれ皆さん1人からあの、えー、お話ししていただいてこの回を閉じたいかなというふうに思っています。はいは簡潔に。に、えー、教員になる ことを考えている人はやっぱり教育学部としてはあの体育大,学大阪体育大学だなと思っていますえっと本当に今自分勉強してるんですけどあの同じ目的を持った人がたくさんいるのもあるしその環境も揃っているその面談であったりとか揃っているので、まあ、そういった意味では本当におすすめできる大学だと思いますえっと皆さん頑張って進路実現してほしいなと思います以上ですはいありがとうございます 佐藤ささんんお願いいしますはいえっとまあ、皆さん、えー、今大学選びのところでいろいろ調べたりだとか受験勉強っていうのですごく大変だと思うんですが、まあ、僕自身も滞在、まあ、を志望して最初、えっとまあ、秋に AO 入試を受験して、まあ、そこで落ちてしまって、まあ、そこからまた、えー、一から勉強し直して、まあ、一般入試で合格することができているので、まあ、本当に諦めずに最後まで、えー、自分の 自分を信じてやれば絶対目標はかなうと思うので部活動と勉強ですごく大変だと思うんですがぜひ皆さささんん頑張ってください、はいいありがとうござまますす玉さんお願いします、はい、本大学ではさまざまな生徒がいろんな目標に向かって教員警察消防企業というところに頑張って向かっているんですけれどもこの大学はまあその目標に向かって全力でサポートしてくれる大学なのでまあ皆さんがこの大学に来て良い4年間を送れるように 全力で応援していますので、頑張ってください。はい、ありがとうございました。一件ですね、チャットに質問が入っていて、これコメントできないですね。あの、アスレティックトレーナーと教員免許の両立可能かっていう、またチャットで返します。すいません。<laughs> じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。